で、こちら、ドットいきます。桜を見る会の会場設営業務を過去5回も落札し、安倍元首相の国葬設営業務を落札した株式会社、村山。日本テレビの100%子会社だった。ネットの反応、ミヤニアどうすんのこれ、わらわらというふうに言われていますね。で、えー、MI2 さんも紹介されています。ちなみに村山ホールディングスは日本テレビホールディングスの完全子会社。日程さん、報道しない自由の講師ですかというふうに言われていて、 またこちら、桜を見る会と同じ会社、テレビ朝日、国葬の企画、演出について、村山、一社のみの落札だったのか、この会社桜を見る会も落札している。松野官房長官、特定の業者に便利を図った事実はない。メディアの皆さん、磯子さん、村山さん、村山は日本テレビの完全子会社ですよ、厳しい追求しちゃいましょうというふうに言われていますね。 で、こちら、安倍も、安倍氏国葬、出席できない、令和新選組幹事長、ネット、立民はまだかな、お呼び出ないし、出なくていいわ、というふうに言われていたり、こちら、小崎奈々さんですが、国葬儀に反対して武道館を孤立させよう、孤立化させようという人たちは、今こそ、根性を見せて、一時的、一時的でも国外に出るとか、日本をボイコットすればいい。それが一番わかりやすい方法。警告なんかは、 安倍の国葬反対に注目しているので受け入れてくれるはず。ただ現実的にその人たちが孤立化する可能性の方が高い。警告メディアも4000人の国葬反対デモを取り上げた。警告は大体この手の団体の発表をうのみにして報道するので、これが世論とされている。このやり方は一部の局が喧嘩なだけで、普通の日本国民は警告が好きだという警告の誤った認識のもとになっているというふうに解説されておられます。こちら、島田大さんですが、例は 日教、立民の代表が国葬儀に出ないことを残念がある日本人がいるのだろうか。どこかで遊んでいればいいだろうと、先ほどのレイバー幹事長さんが国葬出席できないとおっしゃった件について紹介されていますね。で、こちら、C 和夫さんが、岸田首相は国葬は個人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式と述べた。日本は国民主権の国であり、国全体とは国民全体ということ。首相発言は 敬意と弔意を国民全体として表す儀式と述べたに等しい。首相は憲法違反の弔意強制となることを自ら明らかにしたというふうなツイートを紹介されて、安倍さんは四国本位も築いたが、吉祥時代に四国に礼を書いた言動などはなく、四国政府は安倍さんの政局に対して低調な弔意を表している。日本共産党の個人に対する老脊ぶりは、 四国共産党のではない日本人としての最低限の常識すら持ち合わせていないというふうに言われていたり、またこちら小池晃さんのツイートですね。追悼の辞を送付しないことは過去の悲惨な出来事を無視する視線につながる。関東大震災の朝鮮人追悼、小池知事は今年も追悼文なし、被災者が抗議というふうな朝日新聞を紹介されてい えー、ツイートされているようですね。それについて白川さんが、安倍さんには弔意を持つな。関東大震災で犠牲になった朝鮮人には弔意を持て。これが共産党の正体というふうに紹介されています。で、こちら、石木正さんですが、政治家が高額になるから被害が広がる。 矢印。日テレと統一協会の深いつながりが発覚。矢印。一宗教が政治と関わることが問題だ。矢印。宗教の自由、うんぬん。矢印。宗教問題ではなく反社と政治の問題だ。矢印。野党と統一協会との関係が発覚。矢印。反社が国政に影響を与えることが問題だ。国政に影響のない野党は OK。自民党だけは×というふうに紹介されていますね。で、こちら。 田上さんですが安倍総理の銃撃事件では自民党と統一教会の関係ばかりが報道される遺憾の記者会見では頸部の前方右側に5センチほどの間隔で2個の銃創があり右左肩前方に銃弾が抜けたと思われる傷が1個あるという容疑者は後方から撃ったのになぜ銃創は体の前方にあるのか撃たれた時の状況はどうなっているのかというふうに改めて指摘されていますね で、こちら、高田純さん、メインチャンネルの方でもいろいろ紹介されていましたが、安倍さんの袖の動きは訪れではない。ビデオ撮影での訪れの原因、2種はあるが、マイナス0.2秒は説明不能というふうに言われていますね。こちらぜひ、しっかりご興味の方ご覧ください。はい、このようにいろいろ安倍元勝利関連紹介させていただきました。皆さんぜひ今の分析などがありましたら、ぜひ。 コメントで、こちら、ここから、統一協会、旧統一協会 VS 自民党、またはメディアなどの紹介をしたいと思います。霊感商法、宗教団体の解散も議論と、近野太郎消費者賞という風に言われております。で、こちら。 田さんですが選挙時のボランティア募集でも事務所の採用でもこれから自民党議員はあなたは統一教会と関係ないですかと聞くことになる信教の自由や職業選択の自由を犯す完全な憲法違反行為加えて思想信条や宗教宗派で支援者を差別しない近代,近代政党の根本も否定世界に恥をさらす自民党には回答が最もふさわしいというふうに強烈な。 言葉を投げかけておりますね。で、こちら、自民、茂木幹事長、旧統一協会と自民議員の関係の話題で、左翼過激団体は共産と関係、共産、小池氏、事実無根と抗議、ネットの反応、そもそも共産党自体が破防法の監視団体だもんなというふうに言われておりますね。はい、このように、逆にやりとりが NHK の番組の中であったようですね。で、こちら、リベラル、パックン氏、 の手のひら返しに左派発表。パックン氏、国葬をやらなかったらいつやるの統一協会が犯人側じゃない。ネットは正論派と俗論派で、口論おつばくの大論争というふうに言われていますね。パックンさん、統一協会の問題はもういいというふうに、安倍元首相の国葬激推しというふうに言われていますね。どうしたんですかね、一体ね。 でこちら立民岡田氏安倍元総理についても党として責任を持って調査すべきネットは怒りの声これが野党の本領自分のことは棚にあげるというふうに言われていますねはいで、えー、どんどん行きますこちら茂木幹事長共産党は左翼過激派団体過激団体と関係左翼的な過激団体と共産党の関係について全く調べないというのは問題だネットを徹底的に調べて明らかにすべきというふうに言われていますね で、えー、こちらでも紹介されていて、事実もコント抗議されていると。で、えー、黒田さんですね。平戸市長。この世で最も多く自国民を殺害した政治家は毛沢東だろう。彼が主導した大躍進。文化大革命などは非科学的なまさにカルト思想。そんな恐ろしい中国共産党にはだんま丸を貫き、自民党支持団体のたくさんある中の宗教弾圧には弾圧的な変更報道。 過去のことを問題にするなら、ぜひ、四国の歴史もどうぞというふうに紹介されていたり。またこちら、破防法とテロ等準備罪の活用ですね。一網打尽というふうに、先ほどの茂木幹事長と小池さんのやりとりをご紹介されています。で、こちら、破防法の監視団体の一律規制ですね。反社会的団体として指定して全国条例で関係を遮断する。現在、指定暴力団となっている部分を反社会的団体に修正。 規制根拠として、アンポリ決議や TOC 条約を使えば可能というふうに言われていますね。で、多分インターネット番組の登場で一番変わったのがどうすればよいかの部分かも。安倍、あ高橋洋一さんや私が法律をどういじくればよいか、運用をどうすればよいかを解説してますからね。一般の方の、一般の方が方法を知ることになったというふうに解説しておられますね。本当にありがとうございますという感じですよね。で、山,山添拓さんの ツイートを紹介されて白川さんが共産党と過激団体が本当に無関係だというのなら調査を受け入れたらどうだそもそも党綱領で天皇制を批判し共産主義の社会を目指すことを訴えていて明らかに憲法の精神を無視しているくせに護憲派を名乗っている時点で共産党はおかしいんだよというふうに言われていますでこちら共産党は自分たちが事実無根超でたらめと 言えばみんなが信じるとでも思っているのかそんなわけがないあなたたちを信用している国民なんて少数むしろ共産党と過激な左翼団体が無関係だったら驚くというふうに言われていますねでこちら小崎奈々さんですが左翼過激団体と共産党の関係を調べる必要があるのはもちろん野党と反日国家の関係も調べて追及するべきと特にこういう人たちというふうに紹介されていますねねこれはあ今 スパイ防止法は必要だみたいなことがよく言われてますがこちら平井浩さんですがスパイ取締法が施行されると冤罪が起きるから反対というものがいるが冤罪の可能性はスパイ取締法に限られるものではなく窃盗でも起きうることスパイがスパイ防止法にいかに怯えているかが分かるというふうに言われていますねはいこちらの小崎奈々さんが先ほどおっしゃった反日国家との関係を調べて追求するべきというふうなこととこの辺がもしかしたらつながってくるのかなというふうに思いましたね でこちら、ここから野党関連になりますが、日本共産党、党費は実収入の1%です。家計が苦しくても、赤旗、年間4万2千,2千円は寄付しましょう。ネットの反応。なんで党費が定額じゃなくて、収入に合わせての不合なんだよ。赤旗配達員もほぼボランティアだろう。統一協会との違いがわからないという風な声も上がっております。続きまして、こちら。 石木正さんのツイートを紹介されてるんですが過去に悪いことをした組織は許されないと言いますが過去にこんなことをした組織が何食わぬ顔をして国政政党として居座っています阪神教育事件バーって言われてますねいっぱいいろんな事件を紹介されていますがアビルさんがどこのことか知らんものすごく反社会的な団体だなというふうに皮肉を込めておっしゃっていますねでこちらカイラギさんが先ほどの件紹介されて家計が苦しくても赤旗購読を進め亡くなったら遺族を寄付してくれと 遺産を寄付してくれと頼むんかい共産党統一協会以上にやばくないというふうに言われていますねでこちら島田さんですが文字通りのテロ犯罪カルト集団北朝鮮と接点のある政治家は問題にしないのか福島現実を見ずほしなどズブズブだろうというふうにおっしゃっていますで、えー、こちら加藤さん先ほどの件を紹介されて辻元清美氏や彼女の大ファンの山田くしもそうですというふうにおっしゃっています でこちら北方領土でのロシアによる軍事演習極めて遺憾と官房長官がおっしゃってるんですが松野官房長官は5日午前の記者会見でロシア軍が北方領土で軍事演習を行ったことは極めて遺憾だとし今後演習全体の状況を注視して適切に対応していくと述べたと、まあ、お決まりのことをおっしゃったんですかね。でこういうこともありましたよね中ロ艦艇6隻日本海で射撃極東軍事演習の遺憾か,かというふうな共同通信もで記事も出てきております。 で、こちら、読売新聞、世論調査、防衛力強化、賛成70%、四国は脅威、81%、ネットの反の国葬は民意に従いというのに、こっちは民意に従いと言わないパヨとマスコミというふうに言われています。で、平子さんも紹介されています。読売による世論調査によると、我が国の防衛費強化について、賛成70%が反対24%、四国、北朝鮮を 脅威とみなす国民も80%、72%だった。これが国民の意思だ。政府は防衛費増額や国家安全保障戦略など3文書改定の議論に国民の意思を反映する必要がある。政府は国を守れというふうに訴えてらっしゃいます。こちら、ー国こそ最大抵抗勢力 NPT 水面下で日中攻防というふうな記事を紹介されて、本当の攻防は中国がどうせ守らない文章のあれこれではなく、 抑止力強化合戦だ。核アレルギー洗脳を克服しない限り、日本は常に後人を廃するしかないというふうに言われています。で、こちら、和田さんですが、あただプラス2機構、昨日発表の来年度防衛費概算要求について、過去最大5兆5,947億円プラス時効要求。 予算額を追加で決める受講要求で必要な防衛費をしっかり上積みさせたい。長距離スタンドオフミサイルは地対艦型の量産が始まる。配備を早められる可能性が高くなったというふうに言われています。で、どんどんいきます。こちら、自民党関連ですが、MI2 さんですね。支持率、ほぼ横ばい50%、NNN と読売新聞が行った世論調査。岸田内閣を支持すると答えた人は50%で、前回調査と比べほぼ横ばい。 支持しないと答えた人は41%安倍元総理の国葬実施について評価するは38%評価しないが56%というふうに言われていますねまだこのように評価しないが多いんですねでこちら櫻井よしかし日中正常化50周年いわゆる安倍元総理は四国に暗い負けしない初めての首相だったネットは岸田氏に不満不安の声左派に簡単に屈した 岸田氏では無理というふうふにネットの声も上がっておりますでこちら林芳正会長日韓の有識者が意見交換する日韓未来対話にメッセージ林氏日韓日韓米協力の進展が今ほど重要な時はないネットの反応ペロシ訪韓でいそう許す使うやつと協力米国はそう思ってないだろうというふうに言われていますね。 取っていきますこちら林外相が日韓協力の進展が今ほど重要な時はない日本の一貫した立場に基づき緊急,緊,急緊密に意思疎通していく警部にこれまでの態度を改めさせまずは謝るべきを謝らせてからの話それ,なれそれなしには進展などないもしかして警部にも何か弱みを握られていないか林君というふうに言われていますね で、こちら、小崎奈々さんですが、渓谷を重要な隣国と呼ぶのは勘違いのもと。重要な隣国は日本にレーダー照射したり、合意を破ったり作物を、農作物を盗んだりしない。これは、うやむやにはできない。林外相は今日、日韓未来対話で渓谷は重要な隣国であり、日韓の協力の進展が今ほど重要な時はないと話したと、ことを紹介されていますね。で、こちら、哲也さんがこのようにおっしゃっています。林吉正外相は、とも アメリカとも話ができると豪語していた。だが実態はどうか。両国の外交トップである、ヨウ・ケッチ氏やブリンケン氏と未だに対面で会談することもできない状態だ。岸田総理はこの異様さをどのように評価して、林氏の続投を決断したのだろうか、というふうに言われています、ね。まため、めちゃくちゃ今の状況をわかりやすく教えてくださっています。でこちら、岸田首相日中記念行事、出席予定なし、国交50年の今月29日というふうな 時事通信の記事ですね記者書4日今月29日の日中国交正常が50周年に合わせて経団や日中友好団体が東京都内で開く記念行事について今現在出席の予定はないと明らかにした。視察先のの新潟市で記者団の 質問に答えたというふうな記事が出ているんですが、一方、こちら、共同通信の方では、首相日中50周年行事出席へ、ハイレベル対話を呼びかけというふうなことが出てきているんですよね。北朝鮮が今月29日の四国との国交正常化50周年に合わせて、経団連や日中友好団体が東京都内で開く記念行事に来賓として出席する方向で調整していることが分かった。複数の関係者が4日明らかにした、習近平国家主席との首脳会談を含むハイレベル対話の強化を呼びかけるとみられると。 共同通信の方では、まあ、これ関係者の話ではということでなってるんですがなんか全く反対のことが言われているような気がするんですがこれどっちが真実なんでしょうかでこちら三木新一郎さんですが「紫国の報道では岸田首相は出席に向けて調整していて首脳会談を呼びかける見通しだ」などと解釈されていますがいずれにしてもこれ以上中国共産党に利用されないようにしてほしいねもう利用されていますがと。 ようにこちらのシェアニュースジャパンさんでは出席の予定はないというふうなことで三木新一さんがこのように、えー、四国側での報道を教えてくださっていますね。まあ、この可能性が高いのでしょうかどうなんでしょうかそれとも願望を言ってらっしゃるんですかね四国側がね。どうなんでしょうかで、こちら加藤さんですが、岸田首相が日中国交正常化50周年記念行事について今現在出席の予定はない。大変いいことで。 ついでに29日に予定されているという日中首脳会談を見送れば評価してやってもいいというふうにおっしゃっていますね。で、こちら、哲也さんなんですが、こちらの方が、小野田君、怒りし,通りしかないです。皆さんに必ず知ってほしいことがありますというふうな動画。日本の不法滞在外国人収容所、帰りたくない日本で働きたいとごねれば滞在延長できる。しかし、この延長中に殺人や強盗の罪を犯した人もいる。これを小野田君氏が切る。 エレッツヤさんがこれを紹介されて、難民認定申請が出されると、その度に送還禁止行が当然に生じるっていう法律があるので、強制送還ができない。ならば、法律を変えろよ。送還される自国民の受け入れを拒否する国の人間は、相応に入国制限すべきではないか、というふうなツイートされて、それに対して、小野田君さんが、なんとここで、 リップされてるんですよねそれを変えようとしたのがこの前提出した入管法改正で一部野党とマスコミにネガキャンで潰されてその国会では早になりました自民党を含め与党の中には不法滞在者の肩を持つ議員もいて厳しい条項がかかりません諦めず法案提出を求めますというふうに言われていますねでさらにこちらについて哲也さんが日本では小野田君という国士がいますさまざまな厳しい 抵抗や妨害があっても純粋な心で日本国民全体の幸せのために信念を貫き諸課題解決のために頑張ってくれています。入管法改正もその一つ、これからも小野田君さんをみんなで応援していきましょうというふうにえ紹介してくださっていますね。小野田君さんには頑張っていただきたいなと思いますね。ほんと哲也さんのツイートわかりやすくて素晴らしいですよね。また今度のツイッター探偵団は木曜日に哲也さんゲストを出演してくださる予定ですので、ぜひえお楽しみにしていただけたらと思っております。 で、ここから先はメンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般効果で扱いにくいの情報も扱いたいと思っております。続きは動画概要欄からご視聴ください。いばっしゃさんここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん一社さの Twitter 探偵団アーカイブ残っておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。最新、最後はやっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。 実はこちら倒せない敵と戦う羊が面白すぎるというふうに言われています見てみましょうはいというわけでい,いかがでしょうかコント以上に面白いな <laughs> と思ってしまいました になってますコント以上のコントだなと思いました。はい、今日もいろいろありましたが癒されながら眠っていただけたらなというふうに思います。というわけで本日もありがとうございました。それではまた